こんにちは、モンドショップ浦和酒井です。今日は、こちら BMW M8 コンペティションのグランクーペですね、4枚ドア。こちらの、H&R のサスペンションお取り付けと、スペーサーをお取り付けご紹介したいと思います。はい、各所にカーボンパーツが、これがもう M8 のもうコンペティションすごいですね。スポーティー感が満載でございます。ブレーキもカーボンセラミックですね。はい、それでは早速作業の方をしていきたいと思います。すごいですね、 V8 ツインターボ。もう今後こういう車ってなんかなくなっちゃうんじゃないかなって思いますけどね。ということで、サスペンションはここですか。アッパーを切りまして、下こう押し下げるようにして上げて、ここ足の根元の部分ですね、ここを抜きます。はい、これでショック単体で取り出せるようになりました。はい、こちらですね、 H&R のバネです。まあちょっと細くなってるんですかね。じゃあ組んできます。組めました。はい、こちらリアの足回りですが、ここのクッションパッドを外してポコンと引っ張れば取れるんですが、その奥このシートベルトのその下にボルトがいるので、この、巻き取り装置の方を外します。はい、これで今取り外した状態です。このマットの下、ここにアッパーのナットが隠れております。まあ、ちょっとこの、スピーカーボード、ここのクリップを外してちょっと浮かせるような状態、この状態で、こうめくってこの隙間で外しちゃいます。今アッパーの方は取れたんですけども、これショックが長いんで、この下このロアアームの部分、ここをちょっと外しちゃいます。そしたら下にストンと落ちるように外せるので、ちょっとバラしていきます。はい、スタビとあとこの外ですね。で、ここを、締め付けをちょっと緩めてあげるだけでこうパカーンとなるので、あとはこうショックの根元ですね、外して、こんな感じでフリーになります。完全に外す前にここのカプラーがいるので、これをちょっと外します。はい、取れました。長いですね。じゃあこれもバラしていきます。バラしました。これバネが並べてみましたが、だいぶ長さが違います。結構下がると思います。はい、じゃあ組んでいきます。はい、つきました。シートベルトはつけるときにここがねじれないように気をつけることと、あときちんと締めないと、大事なものなので、規定トルクきちんとかけて締め付けます。あとクッションは戻して、椅子をこう戻せば完了ですね。じゃあ向こう側もつけます。はい、
はい、で今、車高が落ちてスペーサーをつけた状態になります。はい、結構下がりました。まあ、もともと車高が低いんで、まあそんなには落ちてないんですけど、見た目かなり低くなりましたね。はい、じゃあこのまま続いてアライメントの方を取っていきたいと思います。はい、後ろの方調整が終わりました。でお次前になります。前は、まあ、下は等ですかね。調整していきます。はい、では、作業の完了をしました。ちょっと見てください。今フロントの方が、25mm ダウン、まあ、約 25mm 下がっている状態で、今指が1本入るかなっていうぐらいのところまで下がります。それであとスペーサーの方もつけましたんで、ちょっとタイヤがあの面まで出てきてる状態ですね。かなりいい感じの位置だと思います。はい、あまりやりすぎてないような状態で、で後ろですね、後ろの方も、ダウン量、15mm、まあ、ちょっとぐらい下がっています。はい、でちょっとまあモールがあって分かりにくいんですけども、ちょっとこれはあまりいけてないですね。これ日本仕様のモールですね。はい、でこれが、まあ、指1本ちょっとぐらいですね。はい、で、スペーサーの方でこれも調整して、このモールと面ぐらいまで来てます。結構いい感じですけども、はい、で全体的に見るとこう純正で少し前上がりみたいな感じだったのもちょっと落ち着いて、結構いいスタイルになったと思います。はい、ということで今回、こちら H&R のサスペンションと、スペーサーの取り付けの方をさせていただきました。はい、あとアライメントの方もいたしました。はい、結構これだけでも見た目変わると思います。だいぶ印象が違うと思うんで、このスポーティーな M8 コンペティション、ぜひほんのちょっとのローダウンおすすめです。はい、ということで、M8 ユーザーの方、 M8 グランクーペのユーザーの方、ぜひ浦和店までお問い合わせいただければと思います。ボムチャンネル登録がお済みでない方は登録の方もぜひよろしくお願いいたします。それでは、酒井がお送りいたしました。ありがとうございました。